えと今若者は何を経営するべきでしょうかひろゆきさんは次に経営するならば何をしていますかここの場ででややりたいいいい面面白白ととるんじゃななすかかくない人だ続僕そのプログラマーでは再生しないっていうのが割とその,あの小学生ぐらいの頃に気づいたんですけど一応プログラマーかけるしアルゴリズムも作れるんですけどただその本当に好きでプログラム書いてる人には絶対勝てないっていうのが分かったので。 なので多分好きでやってる人には勝てないですよね。なので自分が好きなところで戦った方がいいんじゃないかなと思いますけども。